あれですね、カードですね。なんかこれはいちご新聞っていうサンリオの新聞があるんですけど、ストパックにいちご新聞の表紙のデザインカード、これまでの歴代の表紙のデザインカード2枚とポスターデザインカード2枚の4枚が入っております。レアカードはホログラムと箱押しがあるらしいですね。まあ、全100種類なんで何が入ってるかとかどんな種類があるかとか全く把握しないで買いました。そしてもう一個はこちら、シークレットネームタグというサンリオキャラクターの、全部で14種類あるみたいなんですけど、こちらにウサハナがいるのでね、買いました。そう、私これね、いちご新聞の気になってて、そうでもどこで買えるんだろうって思ってたらね、ちょうど見つけたので買いました。でもなんか誰かが、まあ、全然知らない人が街中で開けてたので、あーどこで売ってるんだろう、ちょっとそれ気になるなって思った、私も見つけたので嬉しい。まあどっちから開けようかなって思って、まあ全然何入ってるか分かんないこっちを開けたいと思います。まずはじゃあ開けます。お、破るのがめっちゃ下手、開けるのがすごく下手でございます。お、一つ目はこちらですね、マイメロの、これは647号って書いてあるけど、これは1月号ですね、マイメロバースデーの時です。そして次607号の2018年キャラクター大賞結果発表スペシャルっていうことで、こちらですね、かわいい。そしてポストカードの種類はまずこちらです。すげえ、こちらですって言って全然見せない。これもうめちゃめちゃキャラクターがいる。これなんかむしろ当たりなのでは。もうキャラクターがめっちゃいる。もうめっちゃちっちゃいけど、ウサナいるかな。ウサナらしき人が全然見当たらないんだよね。でもこんだけキャラクターいたら絶対ウサナはどっかにいるはずなんだよ。ちょっと待って、見つけるまでは終われない。いる？ウサハナ。いや全然ウサハナらしき人見かけないんだけど、マロンクリームいるね。やばい、見当たんない、見当たんなさすぎ、見当たんない、めっちゃもう目チカチカしてきた。過ぎてマジで分からん。マイメロは分かったし、キティちゃんも分かったんだけどな。ケロッピもの友達もいるもんな。ブザハナいる？いないような気がしてきた。
ちょっと見当たらなかったですね。でもめっちゃキャラクターがいっぱいいるので、そして最後はこちらシナモンでございます。はい、ということで今回はこちらが当たりました。かわいい、裏はこんな感じですね。意外と比較的いちご新聞の表紙は最初の違う、なんか最近の方のが出たかな。でも2018年って4年前か。でもウソ花やっぱ見当たんないよこれ。ちょっと見当たらないということで、一回ごめんなさい、一回ちょっと探すのやめます。もうこれ以上ね探すともう目チカチカしてダメになっちゃう。こんなにめっちゃちっちゃい、もう配信だと見えない、もう綺麗に映んないからさ配信は。やっぱ見当たんないや。はい、じゃあまあいちご新聞のねカードはこの4種類でした。それではじゃあもう一個こちらを開けたいと思います。シークレットネームタグでございます。全部で14種類、種類はこの表紙にいる、表紙っていうかパッケージにいるキャラクターですね。だからウサハナ、ケロッピー、ペックル、シナモン、バツマル、クリリン、コロコロクリリン、キティちゃん、ポチャッコ、モンキチ、キリミちゃん、ハンギョドン、チアリーチャム、タキシードサム、ダニエルの14種類でございます。それじゃあこちらも早速開けたいと思います。ちょっと投票だとあれだから、みんな誰が出ると思うとかコメントに書いてください。誰が来ると思いますか？多分プリンはもう1種類の方にいると思います。そう、これ2種類あったんですよ。それじゃあ開けましょうかね。私どうだろうか、なんかこのメンツだと大体ハンギョドンが出がちなんですよね。そうなんだよ、私ハンギョドン当てるの得意なんですっていうぐらいにはハンギョドンがよく当たる。それじゃあ開けますよ。3、2、1、じゃーん。
めっちゃ嬉しいんだけど。え？てかめっちゃ可愛いんだけど。え？ダニエル当てたみんな。え？やった。え？めっちゃ嬉しいんだけど。めっちゃ嬉しい。え、やった。え、すっごい嬉しいんだけど。え、めっちゃ当たり。え、嬉しい。しかもめっちゃ可愛いこのチェーン、星のチェーン。超可愛いんだけど。え、ちゅうことでダニエルが当たりました。やった。こういう時って大体マジハンギョドンが当たるから、どう、あんまなんか考えてはなかったけど。え、めっちゃダニエルめっちゃ嬉しいんだけど。え、ありがとうございます。いやでもなんかこれがめっちゃ可愛いからウサハナのも欲しくなっちゃうなとは思うんだけど、ダニエルが当たったから結構もう嬉しいですね。マジとマジで嬉しい。ダニエルも好きなんですよ。だから今回はダニエルが当たりました。まあ、こういうのはね、やっぱ私他人に選んでもらうのが一番いいんですけど、ダニエルは当たり。私の中でダニエルは当たりです。今回はでもなんかもう一番前にあるやつをペッて取りました。そう。ちゅうことでダニエルでした。あ。はい、ということで今日はこんな感じで開封動画をしました。今日の開封動画は開封、今日の開封はここで終わりでございます。でさ、あの私明日めっちゃ急で申し訳ないんだけど、明日さ夜にジョン・マイ・ラブの配信をねしようかなって思ってるんです。そう、明日でちょっと明日より日曜日がいいよっていう人ってどのぐらいいますかね。まあできれば明日しようかなみたいな感じで思ってて、あ、明日がいいっていう方いらっしゃるから、じゃあ明日にしようかな。まあだいたい20時ぐらいからになるかなって思うんですけど、明日しようと思います。で、まあちょっと多分今からだとあれなんだけど、質問をさ募集しようと思って、で毎回インスタのストーリーズであの募集をしてるんだけど、ツイッターとストーリーズどっちの方がいいかなって思って、どっちがいいんだろうか。まあいつもの方がいいよね、匿名だからさ。そうそう、じゃあストーリーズでやりますね。ちょっとあのなんだろうか、まあ24時間締め切り、うん、まあ配信終わってからもしかしたら質問しちゃうっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんだけど、じゃあ一応ストーリーズの方でやりますので、こんな配信終わったらストーリーズで募集始めるんで、もしよかったら。まあね、一応このショールームのコメントでもあの募集をしますので、違う、募集っていうか、まあその配信の日にショールームのコメントもまあ
ちょこちょこ読めたら読もうかなとは思ってるんで、じゃあ明日ジョン・マイ・ラブについて語る回配信をしますね。なんかそういう風に配信に名前つけてやるのって久しぶりじゃない？ジョン・マイ・ラブ語る回としてやるのってちょっと久しぶりじゃないですか？まあさ、その一応鉄3人が初日迎えてから4期のことを話そうかなみたいな風には考えてたから、ちょっとそれでねだいぶ伸びちゃったのもあるけど、今すぐは募集できないのかな。この一応私タブレットにさインストを入れてるんだけどさ、どうなんだろう、いけるかな。いけるけどあれだ、全然私写真がないんだった。ジョン・マイ・ラブの、ジョン・マイ・ラブに関する写真がほとんどないんだった。どうしよう、やべ。もう全く関係ない写真あげようとしてるけど大丈夫？このままだと私ピューロランドのご飯の写真載せることになっちゃうよ。マジで画像と関係なさすぎる。なんかないかな、いいの。あ、でも一応これでストーリーズ載せられはするんだ。じゃちょっとどっかから画像を拝借してどっかからちょっとツイッターかなんかで、あ、これまでにあげた私の自撮りからちょっと拝借してあげようかしら。さすがにね、なんかあのサンリオのピューロランドのご飯のメニュー載せてジョン・マイ・ラブについてみたいな、えーってなるよね。まあ後でもいっかな。後でじゃあこの配信終わったらあげますね。で今日はなんかちょっとじゃあ話を変えます。今日はいい推しの日らしいです。そう、今日はあの11月4日いい推しの日らしい。じゃあ私はまあ自分の推しを何か話そうかなとは思うんだけど、まあ推し好きなキャラいっぱいいるからどうすればいいかがわからない。どうしよう。何話そう。一押し難しいんだけど、そうだな、まあでもなんだろう、私がすごい思うのはまあやっぱアニメとか漫画で好きなキャラっているじゃないですか。でもそのキャラが現実にいたとしてそれでも好きになるかって言われるとまたちょっと違うんだよねっていう話なんだけど、まああのキャラもね2通りいて、なんかもう現実にいてほしいキャラと、あのまあいてほしいって言ったらまた違うんだけど、まあ現実にいても好きになったかって言われるとやっぱそれはちょっと違うかもみたいなっていうキャラもいれば、もう現実にいても絶対に好きになっちゃうみたいなキャラもねいると思うんですよね。
でも私は結構その現実にいたらいたでどうなん、ちょっとどうなんだろうみたいなキャラが結構いっぱいいるかなって感じ。あんま現実にもすげえいてほしいみたいなキャラっていうのはそんなにはいないかもしれない。まあそれは本当人それぞれなんであれなんですけど、難しいけど一押しアニメ選ぶなら6つ超むずい。一押しか、難しいな。まあ、本当これでねパッと思い浮かんでしまうのはやっぱハンターハンターなんですよ。でもハンターハンターは正直もうなんか殿堂入りみたいな感じだからさ、ちょっと違うじゃん。そういえば今日新刊発売されたみたいでおめでとうございます。私は結局33巻から進んでおりません。テーペロ。あ、でもハンターハンターかな。そう、富樫よしひろ展も始まってね、もう絶対に行こうと思っているんですよ。ちょっとまだ行けないんだけど絶対に行ってやるって思ってます。楽しみ。まあでもその私がまあアニメとか漫画で一番最初に好きになったキャラは、まあ、多分アラジンなんですよ。そう、多分アラジン。まあなんか小学生の頃になんとなくこのキャラ好きだなみたいなのあったけど、もう好きだって思ったのはあのマギのアラジンですね。アラジンだけ言うたらディズニーのアラジンになってしまうかもしれないから、そう、マギのあの週刊あのサンデーで連載されていたマギっていう作品があるんですけど、その主人公のアラジンが本当一番最初に好きになったキャラですね。そう、アラジン、まあアラジンはそのなんかまああまりそのマギ難しいんだけど、彼の説明をするのがめちゃめちゃ難しいんですけど、そう、まあある意味純粋な子です、すごく。そうそう、でまあ私結構その作品の中でも主人公好きになることが多いから、そうそう、まあ、でもなんかやっぱアラジンの影響で、てかアラジンなんて言うんだろうな、髪の毛長いのっていいよねみたいな、もう私は何を言ってるかも全然わからないんですけど、そう、まあ、なかなかねどこ好きになったんですかって言われたら、まあ顔もそうだし、まあ、すごい可愛いじゃない彼、まあ、顔もそうだし髪型もめっちゃいいし、やっぱそう純粋なんです、ある意味。結構なんだろうか、そういう意味ではアラジンもなんか疑問に思ったことはなんかなんだろう、疑問に思ったというかそれはおかしいんじゃないみたいなことに対してはおかしいって言える子だし、そう、まあ私はどのアラジンが好きですかって言われると、マグヌシタット編っていう、まあそういうシリーズなんて、シリーズじゃないな、
まあ、何々編とかあるじゃないですか。そのマグノシタット編、いやマグノシタットよりも前か、あれ微妙に前なのかな、うわどうだったっけ、いやマグノシタットよりは後か、マグノシタット編が終わった後ぐらいのだったと思うんだけど、アラジンあのなんか一回メガネをかけてる時があるんですよ。そのアラジンがめっちゃ可愛いなっていうね、なんかまあ何を話してるのか自分でもよくは分かってないんですけど、でもほんとめっちゃ純粋で、そうでもだから本当におかしいことはおかしいって言える姿もいいなって思うし、アラジンは何歳かって言われるとね、あの質問さっきもあったんですけど、ぶっちゃけ何歳ってあんまりね詳しく決まってないです。そう、まあそれはなんでかっていうと、もうそれはねもう完全にネタバレになっちゃうからあんまりは話せないんだけど、まあ何歳くらいっていうのはわかるんだけど、そう実際ちゃんとした年齢って分かってないです。本人も知らないし多分。そうで誕生日もねそんなの分かんないし、まあ大体最初連載始まった当初ぐらいは10歳ぐらいなんです。そうでもそうなんかなんでさアラジンの年齢分かんないのっていうのは本当にそれはね話せば長くなるんです。しかもめっちゃネタバレになるから話せない。まあ多分まあこういう理由で分かってないんだろうなみたいなのがあるんですけど、でも実際なんかもう難しい、まとめるの難しいんだけど、まあ、ちょっと私もあんまり最近ちゃんと読めてないから、もうこれはあくまでも私の考えとして言わせてください。アラジンって、まあ、マギの世界あるじゃないですか。その世界とは別の世界で生まれた子なんです。めっちゃネタバレ、確かそうだったと思う。すっごい今ネタバレ話してるからごめんね。でもあることをきっかけにその世界にはいられなくなって、でそのまあ別空間でなんだっけな、まあ、そのいられなくなったんだけど、でもその時まあ難しい、アラジンはまだその世界では生まれてはなかったんです。まだお母さんの子供あのお腹の中にいた状態だったんです。でその世界とは別の、まあ、精神世界というのかな、そこは、まあ、いわゆる頑丈な部屋っていうところがあるんですけど、まあ、そこでアラジンは生まれるんですね。だからそもそもいつ何年に生まれたかとか、まずそこが分かんないんですよ。もうその概念すらないから。でまあそこで何年過ごしたかとか、どのぐらいの時間過ごしたかっていうのもまあ作品には記されてないし、多分本人も知らない。多分そういう時間っていうものがそもそも存在するのか分かんない。まあ朝もお昼も晩もないし、なんか一日とかそんなんもないと思うから多分。でまあ結局現世というか、まあマギの世界に最終的には来るんだけど、だからそういう意味でもう本人も自分の年齢知らないんです。そうでもただ1巻から3巻、いやあの実を、ネタバレ、すっごいネタバレだけど実を言うと、お母さんはもう元の世界でね死にます。でもまあどうだったかな、ちょっとねそこまで完全には覚えてないんですけど、いや死んじゃうんだっけか。でもそのなんだろうな、難しい、本当に私もここら辺の話あんまり覚えてないから、うわちょっと忘れちゃった。でもお腹の子託せるなんてことあんのかな、一応魔法
使える世界だからそれも可能なのかな、ちょっとそこまでは覚えてないんだけど。だからそう、アラジンはお母さんに会ったことないんですよ、そもそも。そうそう、いや本当に私も最近読んでないからここら辺あやふやで申し訳ないんだけど、そう、まあでもその1巻から3巻ぐらいのなんか単行本の最後の方でなんか質問コーナーみたいなのがあって、なんか3人の年齢と身長教えてくださいみたいなのでは、まあアラジンは10歳くらいとは書かれてたんですね。だからまあ大体10歳前後、まあ見た目で言うとそのぐらいなんですけど、まあでもアラジンもね、作品の最後の方ではもうだいぶ成長して17歳ぐらいにはなってますね。うん、すごい大きくなりました。いやもう年取るとかそういう概念がないと思います。まあもちろん成長はしますけど、多分まあアラジンだって、まあ生まれてからそれなりに大きくなってから頑丈な部屋から出るんだけど、年は取ると思うよ。ただなんか年を取るとかそういうなんだろう概念というか、なんかそういうのは絶対ないと、絶対も嘘だけどあんまないと思うんですよ。そう、その頑丈な部屋は確かその元のアラジンが、あのアラジンのお母さんが住んでた世界とアラジンが降り立つ世界とはまた別のところだと思うから、あれはそう確か、うん、だから多分そういうのがないと思いますね。まあでもそのアラジンも純粋とはいえ、なんか私たちがよく思い浮かべるような10歳、まあ小学4年生のことは違って、やっぱまあそんな中でも大人な考えを持ってる子いるかもしれないけど、小学4年生で、でも結構その10歳とかでもやっぱ割と達観した考えを持ってるところもあるんですよ。まあ私そういうところも好きなんだろうなとは思うんですけど、そうそうそう、まあそんな感じですね。まあでも本当に、まあそうですね、まあちょっとアラジンの話はこんな感じですね。なかなかね難しいんだけど、そうそう説明するのがね。でもこれ以上も作品のね話のネタバレに関わるようなとこは私は話しません。もう読んでくれ以上って感じです。そう、あのね長い三つ編みすごい魅力的なんですよ。まあでも原作では一回それが本当に1話とか、1話じゃない、あれ2話か、2話とかで一回そのもう三つ編みもほどけるシーンあって、私はめっちゃいいなとは思うんだけど、あの長い髪が素敵ですね。でもアラジンといえば思い出すのは、あのアラジン本当に成長してだいぶ大きくなって、あの可愛かった頃のまあ面影もあるけど、あんまわめっちゃ可愛い、まあ可愛い部分もあるけど、もうちょっとねだいぶちょっと綺麗な顔立ちになるんだけど、でもだから私は友達と小さい頃のアラジンの方がいいとか、大きいもう成長したアラジンの方がいいとかっていう、めっちゃ毎回ねその話になっちゃうんだけど、まあ私はどっちって難しいけど、まあ、私はどっちも好きです、正直。私はどっちも好きです。
はい。懐かしいな。まあそうね、私が一番最初に好きになったキャラの話を今日はしましたが、皆さんも、まあ、多分いい推しいらっしゃると思うので、その推しに思いを馳せてください。よくわからん何を言ってるか自分でもちょっとよくわからなかったんですけど、ちなみに、まあ、アラジン好きになってその次ぐらいに好きになったのがゴンなんですけど、そうそうそう、ハンターハンターのゴンです。これがね、私は中学生の時に、あの中学2年生、中1あたりは本当アラジンとゴンって感じだったんですけど、まあでもそうですね、難しいんですよ。一応その一番最初に好きになったのはアラジンとは言ってるんだけど、なんかこのキャラもうなんかそういう好きなキャラなんて言うんだろうな、このキャラすごい好きみたいな感じになったのは、まあ一応アラジンがね初めではあるんだけど、まあそれよりも前に小学生の頃に夏目くんいいなとか鬼太郎かっこいいなみたいな風にね思うことはすごいあったんだけど、そうそうそう、キッドはね私よく覚えてるよ、怪盗キッド何で好きになったか、私もともと怪盗キッドはぶっちゃけそんなすごい好きではなかったんです。私どっちかっていうどっちかって言ったら違うけど、私は名探偵コの中で誰が好きですかって言われたらまあコナン君かなみたいな感じだったの。まあ好きなキャラっていうのはあんまいなかったんですけど、キッド夢だよなんか人気だよねみたいな感じでいたんですけど、そうそうそう、でまあお姉ちゃんが結構あのコナン君よりかはキッドが好きみたいな感じだったんですよ。でもただ私はマジックカイトを見てなんかまあちょっとねあんまちゃんと内容覚えてない、まあなんか結末とか覚えてるんだけど、あの難しいからちょっとそのこの話はちょっと省くんだけど、いやこれはかっこいいわ、確かにこんなの好きになっちゃうなって思って、そのマジックカイト、私が見たのは1412ってアニメの方、マジックカイトも2回ぐらいアニメ化してて、まあ後の方のなんですけど、それ見て好きになりましたね。そう、でまああと夏目隆くん、夏目友人帳の夏目くんは小学生の頃になんとなくいいなみたいな感じで思ってたけど、どうだったかな、まあなんとなくいいなとは思ってたけど、そうそうそう、まあ気がついたらね、まあ、好きなキャラになってました。セラさんはね何で好きになったかな、あんまり覚えてないんだけど、まあ顔がいいよねそう顔がいいです、彼女は。まあ結構なんか私もそのアニメだけじゃなくて結構ファンアートじゃないけど、そういうめっちゃその漫画のキャラを描かれる方とかピクシブにいらっしゃるじゃないですか、そういうのたくさん見ていくうちにセラさん好きになったような気がする。そうそう
好きなキャラいっぱいいるからね、あげたらキリがないんです、正直もうあげたら本当にキリがない。でもそう、好きになったきっかけ覚えてないキャラっていうのもいっぱいいます。そういっぱいいるのよ、きっかけをね。そう、例えばそうだな、アンスタのゆうたくんとかは本当いつ好きになったか覚えてないんですよ。気がついたらゆうたくん好きになってて、本当にあれ謎なんだよね。私もともとアンスタ始めた時はなんかまあこのキャラすごいなんだろうな、結構篠はじめくんっていう子がいるんだけど、その子結構好きだった記憶があるんですね。ただそしたらなんか気がついたらゆうたくん好きになってたんだよ。本当にでも私もそれを覚えてないの、何も覚えてない。まあでもそう、本当きっかけっていうのはねなくてもいいんですよ。そのキャラどこが好きなんだっていうのがね、あれ、まあ普通に顔もいいなとは思うんだけど、なんて言うんだろう、私これ夏目くんにも同じ子と思ったんだけど、なんかまあこれはあくまでも個人の意見なんで、なんて言うんだろうな、もうそのゆうたくんってそのすごいゆうたくんがまあ好意的に思ってる人への態度がすごい可愛いなって思ったんです。なんか分かりやすいみたいな感じに私は思えたんですね。これは本当にあくまでも私の意見です。私の意見なので、そう、あくまでも私の意見なんですけど、すごい分かりやすいなって思って、なそれがめっちゃ可愛かったんだよね。そう、まあそこがすごい好きなところです。まああと顔がいいなっていうのはもちろんなんですけど、そう、あで夏目くんはちょっとまあゆうたくんにも同じこと言えるのかちょっと微妙なんだけど、夏目くんはね本当に普通の男子高校生だなみたいな感じの子なんですね。なんか本当に綺麗な顔立ちですけど、まあ綺麗って言ってもなんかすごい濃いっていうよりかはだいぶさ、なんて言うんだろうか、まあ特徴的ではないじゃない、でも本当に綺麗な顔立ちしてて、なんかまあすごい大人びてる感じなのかなとか思うんだけど、もう普通に中身は普通の男子高校生なんですけど、でもなんかねそこがなんて言うんだろう、そこがいいなって言ったらなんか語弊あるんですけど、そこもめっちゃいいし、まあでも普通の男子高校生って言ってまあ言動がっていう感じなんだけど、本当に考えとか考えとかって彼の考えは本当に純粋なんだろうし、まあ育ってきた環境があれなのもあるかもだけど、本当になんだろう、本当にいい子なんですよね。ちょっと口悪いことはあんまないけど、たまに本当にたまににゃんこ先生ぐらいだよ、にゃんこ先生限定でね。そう、もう本当に優しい子なんですよね夏目くんって。でもそう、子供っぽいというかそういうとこもね全然いっぱいあるっていうのはねキュンとするポイントではございます。まあ、まあ私結構アニメのキャラでもまあ、主人公の子を好きになることが多いんだけど、あともう一個はなんか顔が特徴的な子よりかはあんま特徴的じゃない子の方が好きなんですよ。そう、多分ね、まあ、あんまアニメのキャラでさ特徴的な顔って言われると微妙なんだけど、なんか特徴的に
なキャラって逆に誰がいるんだっていう話なんですけど、そう。まあ、そういう意味で言うとアンスタのゆうたくんもそんなに特徴的ではないよね、顔は。そう、まあ、逆に私のこれまで好きになったキャラって特徴的な顔の人いるかって言われるとあんまいないと思うんだけど、そう。そうね、まあそんな、あとは、あとはあるかな。まあこのキャラについて話してほしいってありますか？あんまり私その自分の好きなキャラ、なんかここが好きとかはなんとなくは言えるんだけど難しい。もう結局やっぱ私はね、結構笑顔が可愛かったりね、顔がすごいいいなっていうキャラを好きになりやすいから、そうそうそう。やっぱ笑顔可愛いキャラはね、結構キュンとなっちゃう、好きになります。そうそう。だから結構ね、なんかそのキャラのどこが好きなのって言われて、なんかもう顔みたいな、このなんかそれで終わるのもちょっとあれなんだよなとか思いつつも、でもそんなになんかすげえつらつらつらって語れる自信もないしみたいな、毎回思っちゃうんだけど、そうそう。そうです。うさはなの好きなところ、うさはなは、まあ、顔が可愛いんですけどま顔というかもうあのね姿が好きなんだけど難しい。でもうさはなはなんか結構、まあ、好きな、ほんと可愛いというか、あのなんだろうな、今も昔も変わらないさ、この顔の感じがめっちゃ好きなんだけど、まあそれ以上に昔からいっぱいその身の回りにグッズがあったっていうのは結構大きい。まあ顔というか、なんか色の感じっていうのかな、めっちゃ難しい、なんとも言えないんだけど、なんかこの割とうさはなのさ、体の色とかって、まあパステルなものもありますけど、結構うさはなのグッズって結構顔じゃない色がはっきりして、色使いがはっきりしてるんですよ。そこがめっちゃ好きなんですね。そう、結構うさはなのなんかイメージカラーじゃないけど、よくグッズに使われるのが結構、まあピンクなんですね。それもどっちかっていうと薄ピンクではなくて、まあマゼンタほどまではいかないんだけど、そうピンクなんだけど、なんかそのはっきりとした色の感じがめっちゃ好きなんですよ。まあ、もちろんパステルのうさはな、パステルのうさはなって言い方変だよ。そう、なんかあの難しいな、マジでこれはね難しい。でもこのうさはなの色の感じはめっちゃ好きです。でもやっぱ小さい頃からグッズいっぱい持ってたっていうのはあるけどね。そうそうそう。
なんかまあ本当はさ、私もキャラでさ、この子のこういう考えを持ってるところとか、こういうなんかところが好きなんだよみたいな話をね、なんかいっぱいできたらいいなとは思うんだけど、結局私は笑顔とかなんか割と短い単語で終わってしまうから、なんかそれがねちょっと嫌だなとも思いつつ、でもそこが好きなんだからしょうがなくないみたいな感じで思っちゃうとこもあるんだけど、そう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 、うわー、なんでま、びっくりした。びっくりした。タワーありがとうございます。びっくりした。びっくりした。マジでびっくりした。急なタワーにびっくりしたってありがとうございます。いや、私ね、この推し活応援のやつ見てて、今日がいい推しっていう日があるから推し活なギフトのかなのかなとかぼーっと考えてたらタワーが来てびっくりしちゃった。ありがタワーでございます。山さんありがとうございます。そう、なんかまあなかなかね、その好きになったきっかけ話せなくても、このキャラのこういうとこが好きなんだよねみたいな、まあだったら話せるってあるじゃない。でもただ本当私ね、本当短い単語で終わっちゃうのがね、もうなんかクソって思いながらも、でもそのキャラが好きなのは本当なんだよなとは思うんですね。なんか難しいよね。そう、でもそう、本当に深い理由はないけど、でも好きなものは好きなんですよ。それに変わりはないんだよね。そうって思いますね。そう、だから結構ね、私のこのキャラ好きな理由っていうのはね、なんか意外と説明難しいなっていうのがあるんですよね。そうそうそう、まあでも好きなもんは好きなんですよイエーイっていう感じなんですけど、そうそう、まあ、ちなみにこの話はもうめっちゃしたと思うんだけど、私はまあハンターハンターのゴンの中でどのゴンが特に好きですかって言われたら、私は絶対にこう答えます。グリードアイランド編のドッジボールの時に、あの額にタオルを巻いてるゴンが好きです。なんでか知らんけど一番好きです。本当にわからんけど好きなんです。そう自分でもなんかわかんないんだよ。なんかここなんかこのポイントがめっちゃいいんだよ。なんかポイント、好きポイントを説明できないんだけど好きなんだよ。謎じゃない？そう、もう完全にそれはもう服装というか見た目なんですけど、なんだろうね。なんかすごい好きなんですよ。本当になんかここが好きなんだよねみたいなポイントも話せない。だけど好きなんですよ。謎だよね。本当に謎です。私にもわからんそうそうそう、なんかうまく言葉では表せないけど、すごく自分に刺さったっていうことだと思う。そうそう、私はタオルゴンって呼んでますけど、そう、そのグッズが
もっといっぱい増えたらいいのになとか思うんですよね。でもただやっぱ富樫義博店ではね、クリアファイルだったかな、クリアファイルだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、その時に冒頭で沼の主を釣り上げてるゴンがあるんですけど、多分めっちゃ待ったんでしょうね。本当に葉っぱがいっぱい、もうゴンの頭に葉っぱがいっぱい乗ってる。ゴンもめっちゃ好きなんです。タオルゴンの釣りぐらいに好きなの。でもそれがね、クリアファイルかポストカードかになってて、それはもう絶対に買うと。もう私富樫義博店は行けて、もうグッズも欲しいもん、ほんとまんべんなく買えるとなったら、もうお年玉を使います。そう、今年とか去年のお年玉を使って買う予定です。でも結構なんか入荷待ちになってるものとかもあるからさ、まあゲットできるかはちょっとあれですけどね。そうそう、まあでも一応なんか事後販売みたいなのもあるから、その時にまあ頼めるのかなとは思うんだけど。そうそうそう、まあでもなんかそう、なんか初めて言えた。なかなかさ、その好きなキャラのここ好きなんだよねっていうのがすごい、なんか長く語れないんです自分。なんかそれがちょっとなんかやだなーみたいな、なんかやだなっていうか、ちょっと恥ずかしいことかなってちょっと思っちゃってて。そう、でもやっぱ、でも本当にそのキャラが好きなのは本当に本当のことだし、でもなんかうまく言葉にできないというか、言葉にできないんだけど好きっていうのをね、あんまり話せなかったから、今日初めて話せました人に。そうそう、そう、なんかやっぱ好きなキャラってもさ、なんかいやその行動だけはちょっと納得いかないかもみたいな、というとこもあるんですよ。なんかよくよく考えたら、なんで私このキャラ好きになったんだろうみたいなって思うこともいっぱいあるけど、でもやっぱ本当に好きなものは好きなんですよねっていうことだけは思ってて、まあそれをちょっとまあ分かるっていう方もいらっしゃったら、いやよく分かんないかもみたいな方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんだけど、そう、まあ、本当にそうですね。でもやっぱそうっていう、好きなものは好きなんだっていう気持ちを今日皆さんに吐き出すことができました。いい推しの日って最高だね。はい、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。結構すごい長い間いい推しについて語りました。はい、じゃあランキングを読んで終わりますよ。13位から13位ロミツさん、12位片栗小十郎さん、11位夏目さん、10位カリネコでも好きだよさん、9位ママさん、8位飯田ひろゆきさん、7位カラスのカーコさん、6位海指さん、5位 TKH 刑事さん、4位アーティーさん、3位玉国さん、2位はやちゃんさん、1位が山さんでした。それでは明日はジョンマイラブ配信でございます。ジョンマイラブはね、もう私にとってもいい推し、まあいい推しっていう方ちょっとまた違うかもしれないけど、まあそういう意味ではもう似たようなものなので、まあちょっと延長戦じゃないけどプラスアルファみたいな感じで、まあ明日ジョンマイラブの配信するので、でこの後インスタで質問募集し始めるので、ぜひもしまあ4期のことを中心だと嬉しいんだけど、まあそうじゃなくても全然大丈夫ですよ。はい、というわけで、じゃあ今日見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。またねー。